市場から須磨に知る鉾町生まれのお嬢さん、えらいちゃんとした格好して、どこ行かはんやろうか。夢にまで見たフランス凱旋門をくぐってパリ、目指すはモンマルトパリジャンと待ち合わせ。うちの彼氏は帰宅の役所勤めの20歳、えらい旅行書買い込んで張り切った旗。今日もデートは左京区大学近くの喫茶店、はよ大人になってくれ、現茶できはったわ。冷めたブレンド尻目にカフェラテの泡にうずもれて、いつ別れを切り出そうか、タバコで占ってた。最後一本のマルボロ取り出してジッポコロンと鳴らして、チリチリと音立てて、煙が出たならばさよなら。なんかちょっとほっとしたみたい、線路泣いたら笑顔でバス待ってたら凍えそう。206番来たからとりあえず後ろに座った。バスパリまで飛んで行け、ラララシャンゼリーゼ、ラララシャンゼリーゼ、ラララシャンゼリーゼ。